続いて幹事社質問に入ります。確かに。県は先週金曜日から飲食店や事業者などを対象に PCR 検査を集中的に実施していますが、現時点での受験状況や陽性率について伺います。合わせて知事の現状の受け止めをお願いいたします。はい、第2弾春の PCR 検査集中実施につきましては3つの対策を実施しているところでございます。1つ目が繁華街集中実施、2つ目が事業所集中実施、3つ目が県外往来集中実施であります。このうち繁華街集中実施につきましては、これ4月26日現在ですけれども、612個のキットを開封いたしまして、そのうち199件体のご提出がありました。現時点で83件体の検査が終了しておりまして、陽性者は今のところありません。で、残りについては本日の18時以降判断する予定になっています。で、次に事業所集中実施ですが、こちらにつきましては昨日から予約の受付を開始しておりまして、昨日1日のご予約いただいたのは35名分となっております。で、最後に、県外往来集中実施ですが、先日新たに福山駅を受付ポイントに追加をいたしまして、広島駅県庁については期間を延長して受付を行っているところでありますが、4月12日からの合計で4月26日現在 11,251 人の方にキットを配布をさせていただいて、そのうち7527検体を回収しております。陽性者は17人、陽性率は 0.23% となります。なお福山市では4月23日から3423人の方に容器を配布をしておりまして、キットを配布しておりまして、そのうち1494の検体を回収しています。陽性者は1人、陽性率は 0.07% となっています。で、開始から4日が経過したところですが、多くの皆さんにこの検査を受けていただいているというふうに受け止めておりまして、県民の皆様のご協力に感謝を申し上げたいと思います。本県の現状は感染拡大が続いているということでありまして、冒頭にも申し上げましたけれども、これからゴールデンウィークを迎えるにあたって人手も多くなるということが想定されますので、引き続き感染経路を遮断して感染拡大を抑え込んでいきたいと考えております。この件について質問のある者はお願いいたします。じゃあ現実系の岩瀬さんにマイクをお願いします。すみません、NHK の井原氏と申します。改めてなんですけれども、今回その広島県でこういった PCR 検査の取り組みをされてらっしゃる中で、意義づけといいますか、まだワクチン接種が全ての国民県民に行き渡らない中でのこの PCR 検査を実施するところの意義について、知事の方からお願いします。はい、今集中実施を行っているところでありますけれども、感染拡大を抑えていく方策というのが、人流全体を抑制をしていく、これは飲食店などの時短を含めているということになりますけれども、そういうこの全般をとにかく接触を遮断していくという方法と、それから検査によってですね、個別に陽性者を発見して、市中から感染者をですね、できるだけ多く隔離していくと。という方法と、2つあるわけであります。で、電車の全体を遮断していくというのは非常に経済的にも社会的にもコストが高くします。時短などを行えばですね、協力支援金ということで、広島県の100億単位の支援がかかりますし、それ以上にですね、お店の売り上げなどこれが減少して経済的に非常に大きなコストになっています。できるだけそういった方法に至る前に検査によって、その
陽性者というか、感染をですね、確認することによって、経路を遮断していくという方法を我々としては、検査を見ていまして、積極的疫学調査は一つなんですけれども、それだけだとやはり受け身の対応になってしまいますから、積極的といってもですね、感染者が発見されて、そこから の経路を探していくということなので、本当の意味での、この積極的にですね、感染者を発見していくために、この徹底した検査を行っていくということをですね、行っていきたいということであります。はい、お願いいたします。中国新聞さん。中国新聞社の長久です。よろしくお願いします。先ほども少し出たんですが、第1弾の春の集中実施について、大学での実施を含めたそのまとめのような数字があれば知りたいのと、例えばそのどのような年代の方が多いであるとか、少し分析に言及していただければと思うんですけれども。はい、第1弾のですね、これちょっと今、数は専門的にないんですが、すいません、お答えをいたします。大学における、検査回収数でございますが、回収数でございますが、大学15大学でございます。7169検査を回収させていただいたところでございます。大学の他もそれをまあ足したりすればいいと思います。はい、お聞きしたいのは、どのような方が例えばこうたくさん受けているであるとか、その内容についてはどのように分析しておりますか。全体について。はい、第1弾です。第1弾ですね。いや、そこはちょっとまだ集計はできていませんね。はい、あとですね、広島県ホームページの公表の数字などを見ると、今月下旬には検査数が1日5000件を超えるような日もありまして、より向上している検査能力の上限に近いような数値が出たりしていると思うんですが、こういうその受験状況については、知事はどのように受け止めておられますか。はい、やはりですね、感染者が増えてきている状況の中で、医療機関での検査、それからモニタリングにおける検査、いずれもですね、増えているということで、その上で、周期実施などを行って、検査全体が増えているというところであります。で、これは非常にいいことだと思っておりまして、で、県としてはですね、まずやはり積極的疫学調査のところ、ここは陽性者の接触者ということでですね、やはり、陽性になる確率が高いということで、これはしっかりと確保した上で、その他の検査能力が確保できるようにですね、検査機関といろいろと調整をしているということでありますので、まだまだ検査の受け入れはですね、可能だというふうに考えています。もう一点、現在その緊急事態宣言やまん延防止措置が出されている地域に比べると、県内の感染者数というのは抑え込まれている状況だと思うんですが、そのことと、このようにその PCR 検査をかなり拡充していることとの因果関係というか、そのあたりはどのように見ておられますか。もちろんですね、これはなかなかその、いわゆる科学的な意味での因果関係を発見させるというのは現時点では難しいところですけれども、ただここへ来てですね、この感染者の伸びがやや緩やかになってきているところがありまして、そのやはり多くの、感染者を早いタイミングで発見できていると、つまりこの全体の数でいうとですね、数でいうとちょっと足元がどうなっているかっていうのはまだよく分からないところがあるんですけども、こう、全般的に言うとですね、積極的疫学調査での発見っていうのが、1割ちょっとぐらいなんですね。で、残りは医療機関と PCR センター等でありますので、この PCR センターとか、医療機関も、かなり皆さんの意識が高くなって、症状が少しあると言っていただいているっていうのが増えていると思うんですが、
8割9割ぐらいはですね、そういった積極的疫学調査、行政検査以外にキャッチできているということであるので、やはりそれが早期発見、それからそこから先の感染経路、遮断ということにはつながっているというふうには、思っているんです。わかりました。ありがとうございます。そこはよろしいでしょうか。NHK の松岡と申します。特集番組を担当しておりまして、一つ質問させてください。変異ウイルスというのが全国的に増えていてですね、感染力も今までの、ウイルスに比べて高いということで、すごく危機感が高まっていると思うんですけれども、この広島県がやっているですね、積極的な調査、PCR 検査、無症状者への、検査というのがですね、この変異株の感染拡大に感染拡大防止にどんな役割を果たすと期待されるか、その点を聞かせていただけないでしょうか。はい、検査による感染者の特定とそれから隔離というのは、通常株でも変異株でも同じでありまして、むしろやはり変異株、できるだけ早く、市中にある変異株を発見していくというのは非常に重要なので、検査の強化というのは変異株の抑え込みにも非常に有効だと考えています。